won immediately. ありがとう。完璧でしたね。完璧だったよ。空港。完璧でした。完璧な予定通りでした。ガソリン代2400円ぐらいだった。221キロ。そして完璧な夕日です。ね。日本トランスオーシャン航空620。これこの枠終わったらちょうど移動するとちょうど発見できるんで。最終案内をいたしております。いや飛行機の中ではないよ。飛行機の中だと。今まだ発見がまだだから、うん、お疲れさんでした。22% しかないな。最後のさ、沖縄の道の駅でさ、確認取ったらさ、お姉さん、初めて見た。初めて確認したとかって言われちゃった、駅長さんに。連絡会わかんないんじゃない、わかるかな。佐賀県なんだけど、ソラシドエア49便 ANA 2449便石垣行きのお客様はただいまから38番ゲートよりバスにてご搭乗ください。ああ、ソラシドエア flight 49 ANA flight 2449 みんなのとこもう真っ暗、あ、飛行機飛んだよ、ほら飛んだ、絵になるね今日ね、夕日とともに飛行機が飛び立つ。あ、ドルちゃんお疲れ。ほんとね、俺は19時35分。あ、違うよ。あの、ただ単にね、あの、ポスト投函するにも、なんか封筒みたいのもいるからね。あのね、封筒とかもないしね、切手代もバカ臭いからね、どうせならね、そこの連絡会のポストに投函してから帰ろう、撤収しようかなと。ただそれだけ。坂だったらさ、別にあれ、あの、そんなに確か戻るにでも遠くねえかなと思って、福岡空港からもそんなんでもないなと思って。その後はね、
別にあの戻る駅だから、うん、もう1時間半ぐらいだから、うん、だからあとはそこを届けちゃえばどあの 戻る道の駅でもいいし、近くの道の駅あったらっていう感じだった、うん、まあ、あのそこを投函したら検索して一番近い道の駅行ってもいいしって感じ。1番、うん、飛行機がこうやって引っ張られてくるんです。沖縄、あ、そうだよ、今日福岡着いたら行くよ。でどっかで寝て休止、明日の、そうそうそう、うん、多分どっかの部屋なんで、うん、違うよ、今日、今沖縄にいるんだよこれから福岡に戻る、車福岡空港に置いてある、レンタカー、今日はレンタカーで全部で1万弱だったかな、ガソリン代も全部入れて、うん、221キロ走ったね、うん、あ、ダメだこれ、10分ぐらいしか配信できないわこれ、バッテリーがないわ、夕日、日が暮れるからダメだ、うん、OK、 ANA 1212便福岡行きのお客様は、はい、ただいまから31番ゲートよりご搭乗ください。 ANA Flight 1212今福岡空港の方、こんな、ここにいるから4階の飲食スペース、うん、食べてない、あのさっき、あ、わかった、ありがとう、うん、クロモンステージ、あと国際みんな沖縄ということで10分だけでやめるね、うん、危険だから、これさ画面映んなくなったらさ発見もできねえんだよ、あの予約番号も分かんなくなるから、ありがとう、皆さんありがとう、なんとかミッションはクリアしそうです、うん、ありがとう、なおちゃんもありがとうね、とうちゃんもありがとうね、みんとりさんもありがとうね、ね、はいよ、本当にありがとうね、とすっこいさんありがとうね、みーたんもありがとう、皆さんありがとう、多分大丈夫よ、大丈夫大丈夫、おお、ね、そういうことでよろしく。